ご視聴ありがとうございます。ハレリアの大久保です。ご視聴ありがとうございます。高野です。ご視聴ありがとうございます。原根健太見てるか塚本達志です。おはようございます。はい、元もらしてましたです。よろしくお願いします。はい、始まりました。第58回、ミキニ対戦バラエティハレリア今晩ということで、今回なんとね、まあ、4人いるということで、まあ、薄々お察しかもしれないですけど、なんとマージャンマージャンね。そうそうそう、違う。ドンジャ、たまにはドンジャラをしっかりやっていこうかと思うんですけど、4月1日遠いな。まあそんなわけで、まあ、逃走者2018が発売されたということで、逃走者をやっていこうと思うんですが、はいはい、どうなんでしょうね、逃走者2018は。面白いカードが多くて、まあ、僕は記事で書いた通り、あのバンドカラーのデッキは相当面白いし、あの仮面トークとか仮面つけるやつ、そう、あれプラス能力がめっちゃ悪さするから、そう、あの記事にも書いてあったけど、あれはぜひ記事を読んでください。合わせてその大塚先輩が書いてる記事でもおすすめ10選、今回はね、大塚さんの記事なんかは、あの虎の影ユリコがすごい紹介されてましたけど、うん、あれはレガシー的にはどうなんですか。あ、この前使われましたね。あいつ忍者、他の忍者でも誘発するんですよ。そうそう、キトキの忍者とユリコが出てきて3枚引かれました。松田さん的には最近逃走した2018のカードなんかあるんですか。まあ、ウィンドフレーズですかね。ウィンドフレーズ、あー、マイナスで、そこなんですか、マイナス土地か、土地か2枚入ってくるんですよ。思わなく帰ってください。あれすごいですか。おー、確かに、もうだけもこんな。まあそんなわけで、今回ちょっと統率者2018が出たばかりということで、まあ、前回は構築済みを使わせてもらったんですけど、今回はちょっとみんなオリジナルのデッキを持ち寄って遊ぼうということでやっていこうと思います。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあ早速今回みんなが使う統率者を公開していきましょう。はい、はい、せーの、はい、はい、はい、僕は統率者2枚です。おバトルボンドのプリンズウォーカー、ローン・ケンリスとビル・ケンリス、まあ、どっちも6枚のプリンズウォーカー。これはイズ・マグナスのミジミジイズ・マグナスの相変わらず分かりにくいな。これは自分がインスタントかソーサリーを踏まえると経験カウンターがどんどん乗っていくんですけど、はい、経験カウンターの数以上のコストのインスタントかソーサリーを唱えないと経験カウンターが増えていきません、はい、で経験カウンター1つにつきインスタントかソーサリーのコストが1下がります。こいつがいなくなっても経験カウンター減らないんですよ、ね、減らない、プレイヤーが出ると出てないと能力自体ははい、使えないんで、まあ、こいつをもう1回出す必要があります。あ、そうなんだ。これもまだ見ますね。あ、そうですね、これ、ランダム3つ置ける、3つ置けます。カウンター、まあ、定番のね、定番の確かに誰も知らないコマンド。いやいやいや知ってる人いるから。シルバーがありますから、シルバーが僕のサマさんでスプレーは5分にトークになりまして、はい、まあ自分プレスインスタントソーサリーは凶暴を持ちます。凶暴っていうのは挑戦を2個タップすると、自分はコピーできるという、まあ、欲しい能力。じゃあまずは最初の先行のプレイヤーを決めますか。はい、対して、じゃあ対して決めますか。じゃあ僕から、はい、じゃあ1、2、3、4、5、はい、5だから2、3、4、5、はい、じゃあここから時計で、はい、時計です。はい、2マリガンが1回できる。いやでもこれはまあいい判断。はい、キープしましょう。マリガンします。キープ、マリガン、やるか。いけそう。マリガンクリア。厳しいね。少ないわ。あー、ギリギリですね。6枚ですよ。先日。先日。ボトム。なんか、一人もうすでに脱落した。いやいやいや。まだまだ。ちょっと僕がね、一番割りを食う4番手だから、はい、じゃあ、読みますか。じゃあ、この感じでやっていきましょう。はい、じゃあ、お願いします。じゃあどうぞ。俺のターン、はい、ドロー。はい、なるほど。ターン目にドローできる。はい、死ぬよ。太陽の指輪、強い、強い。太陽の指輪からコマ、コマ、はい、回して、はい、見て、おし並び替えておしまい。どうしまーす。ふっ、お、見て、最中のカジュアルのまあまあやな。じゃあもう一度で抜かれ切って、はい、13、違う違う、ライフは4ですよ。最初すぎて久しぶりなんです、すいません。恐れておぜ、合格しよう。終了。安定スタートですよ。普通ね、鳥は見たら焼けっていうのが定番だけど、みんな置いてるからな、ね、しマゴーシ、マゴーシ、ウィンしたらいいでしょ。しかしマナクリプト、マナクリプト、あ、強い、グリーンモノです、強い、連合の基本、やべえ。でもハンドは4枚、まあまあ使った。グリーンをインクラって39、はい、あ
赤マナから赤マナにした、赤マナにした、はい、赤と無色に新中年とかわーどん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 おい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 ふざけんなよお前落ちたよ参考かおしまいですこれは厳しい魔法書これだけの先輩が家じゃらしいこれ勝つだろこのゲームつまんねえじゃあとりあえずキャストはいランドが1枚しかない厳しいそれはだいぶ厳しいやねどうみんな苦しめどこかなここらグリーンの限界を感じるような要素グリーンの限界弱いなぁ、まあ、はい、ねのか、ラノが2個限界まだ伸ばすのが強いからまだ伸ばすぎて戒められるまあ今のなかなかあまり見ないね破壊方法って言われてたのだろうゴー一点食らって38はいはい、椅子なんだよはい、着地おしまいおーいどうなんだろうな一応フェッチキューかいただきますいや、あそこは牧歌的な感じだこっからこっちがもうね土地を伸ばすっていうもう足りないおお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 じゃあ起こすよ。オッケー。はい。もっと落とし。オッケー。4マナ。プレイしていい？はい。あーおー。あ、でも使えない。あーあー。じゃあ、ババアにする。ババアにした方がいい。ババアにした方がいい。ババアにした方がいい。はい。プレイしたい。オッケー。で、交換考えた。出たね。オッケー。7マナある。これ、アカウント出るからさ、大丈夫だよ。とりあえずアンタップした、アカウント出した。いやー、理由はないよね赤出したはい、赤2個フェイスですかお、いいですよこれしてます俺はしますよ、してますこれ、はい、私追加ターンありますはいその後、このターン終わったら死にますはい、どうぞ突然命をかけ始めるんですいやいや、中押しキーエイジだね最後の生き残りだから、僕はよし、はい、じゃあ移動します、はい、行きます、じゃあ移動しますどうします、はい、トリフィードが来ましたラストダンス、はい、いいでしょうね、はい、ヤミバーが来ました一回目、いいでしょうね、はい、一人だけ制約と制約死ぬからねそうこの単純に勝たなきゃ死んじゃうもうこれで最後になってだからありったけどワンミス即死なんだな最高だな今回やっぱりはいじゃあ消えましたじゃあ1,2,3,4,5,6 で出たの落としで、はい、4中真ん中かなやばいやばそうだけど2回目やばいまさか最高の目だけ抜けてしまうのかめちゃめちゃ低い声でさもん1,2,3,4,5 よし1,2,3,5,6 だよ3の中3の中、はい、おっこれは外れっぽそうだなあ元気出てるはいはいトゥサンネイル打ちですオッケーですスムチですうんできたらパワーでいいでえっあーああ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 あもう顔引くしかないなんか低い顔引くしかないよなんかそのこのマナゼロの状況で顔を引くしかないどういう状態なんだろう顔引くしかねえだろこれも勝つには待ってパワー何もねえじゃんじゃあ1回目 OK で、
謎の人にやっとく。同時出るよね、これ。ああ、同時出る、うんうん。はい、OK。ユーブスタックで話したりした。したこれで一瞬、まだ出るから。じゃあもう、1、2、3、4、5、6、7、8、9枚。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9枚引いた。はい、よし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 、まだいける。まだいける。刺さってる、刺さってるね、かなり。これをワンタップして、はい、今な今ちょっと出して出して、ではい、え、こっから上陸すんの？まあ、途中でないから。あ、なるほど。ちょっと上陸する、もちろん。で、こっちも使った。で、これでフェッチ。ああ、大丈夫やな、フェッチ切ろうか。はい、で、何色出す？ね、まあ、基本的に緑なんだろうな。緑まず出して、次は上陸で。あ、もう、いや、増えなさで土しかねあった。何色出す？職員。で、これは緑でいいかな。緑にまだ。もうライフはカウントしなくてよ、そう、うん、どうせこのターン終わったりしてるもんね。この人ラストターンだから。これか。あ、もう俺もう今日契約しないから。あと今日は来ないから。これで勝ったかな。はい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 。はいはい、そうで、ね、割って、これで割れば中三のネイルを回収できれば勝ちかな。強行して勝ちかな。だからもうプレイして。もうちょっと守らせたいかな、これ。じゃあ、ファイオーが割れば使えるかな。まあ、そうだ、先ポロッと落としファイオーが。それでファイオーが使えばいいか。みんなでアドバイスしながら。違うか。やっぱ、結構ペイライフしたな。ペイライフはね、そんなに死ぬことないし、ポンでいいかな。はい。今は全部使って、これをポンして。された。で、これも出せるようになるね。そう、ポンでやっていいかな。で、C。で、これクソを出して、これ赤は全部 OK。で、これで、こいつを寝かして、そして、永遠の商人にして、はい。一万あたりに。一万あたりに。これ回収して、まあ、ナチュラルオーダーは凶暴なんだから、オーダーは凶暴すればいけるわ。オーダーを凶暴した。はい。で、グリーンクリーチャー A。OK。グリーンクリーチャー。4、6、いや、8、7、9、7、はい、OK、で、さっきはボンクみたいな、なんかある、ナイス、ドロー、はい、で、8、あぶねできますか、はい、はい、そこから、はい、10番目、へー、キー、まあいいかな、無言でまりが、お、何はいい、頼む、タイムツイスター、頼む、逃げるか、オッケー、ピーツ、はい、ラーメン、ラーメン、見てくれば、はい、お、困る、はい、はい、はい、ほい、ほい、ちょっと引けないです、はい、いいでしょう、ちょっと強いとこ見せないとな、お、オーザー、切らせる、ステッドトップの鉱山っぽいやつが一点ゲインしていい、一点ゲインしたい、一点ゲインしたい、いや、いいか、はい、こう、はい、はい、はい、ゲーム強化者出して、ポジレックをハンドル、ハンドル変わります、いいぞ、しかも間に合ったら、ワンもね、大幅なるコースか、パーまで、本末しよう、プラン B 変更やな、違いますよ、我慢できるか、はい、終了、終了、何度置いたかも、聞けましょう、はい、誘発でして、誘発、今、スペースなら今の話ね、あ、僕、優先権パスです、優先権50%、私も実はパスなんですよ、まず7枚引いてる、あ、検索だよ、キャスト、キャストトリガー、キャストトリガーで、アップキープしたから、ああ、ゲインです、うん、それも本屋で、僕がいいそっか、ロケも3件愛されてる、ちょっと出してえ、おー、ありがとう、誘発、スタック、はい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 、1、2、3、4、
ここ危なくないですか？ここ全然危なくないです。1、2、3、4。これ。イエス。よしよしよし。まあ落ちるしかないな。いいよいいよ。で、これ解決。オッケー。まあ開くら。オッケー。はい。これ大丈夫か。また開いていい？カブする？しょうがねえか、もう。負けるよ、また。え、国？え、何？今日また能力殺され続けたから。何だ？リボか。すげえ。なんだって。はい、打った。はい。おお。よろしい。はい。うん。もう天候しょうがんか。ん？はい。これバオアスだからさ。ボーン。ボーン。僕はじゃん。普通に。カッコ。最後私の最後だ。ただ迷惑。私の最後。三四五三7点。はい。参加します。おプレイやって。やったやった。お。いやだめだ。何するの？なんか一はインスタントとか総菜は。はい。わあ。わあ。最悪。死んでマレッジカウンターのせさま書いてるうん、はい、どうですか、はい、あ、僕はもないですかいいですか、もう僕はいやー、どちらにも狙おう僕はエクロックですプラゴム自体は好きで、ね、もう一回乗るしかないと思う3ターン後になるなんかコンバットコンバットしてるのかアタック何点 8、9、10、11、12点 OK、10スレイバーをどっちかにプレスにボタンをもらうとねいいはい、そうか、僕じゃあ、エンドで、はい、あ、ちょっと待っておー力、めっちゃいいじゃん、これで力出しちゃうぞ、これまず、あいや、こっちで出してこっちで出して2マナで力尽くしちゃうプレイ、仕事じゃん、残り1時間だな X3 でこれじゃんあ、コマが、コマがまさか、コマがこっちにまた力尽くで、3枚壊されてるこれはいよいよバカが見えてきましたねバカチャンスはいはいはいウィンだけどっちやろキスーパーキスーパーはいこの2枚のハーバレードを割るためにシャーッいけぜ塚本さんエンドはいまずプリンストーン2回目経験カウンターが1個はい X1 を分解できるはいはい4枚でいいですいいゾーナです。ああ、うん、場所がいい場所。そしてカッシュ。お、お、よ。タイムは1、2、3、4。めちゃくちゃコピーされてるから、本当がすごい。え、困った。34+64で90点はい終わりましたこれ振り回して死んだらはい、というわけでお送りしたハリリアコンバットいかがでしたでしょうか面白いですよね、このゲーム今回のマスターハンがお守り勝敗に関わらずまあ今どっちのゲームでも俺のパーマネントが理不尽に飛ばされて残念な、これは出なかったことやったね出てたら負けしたから、よかったよあとは今回は色勝てたから次回はね、黒いそうですね、黒コマネント、黒コマネント、面白とかねそれぞれ好きな逃走者を持ってきたからはいそうまあじゃあそんな感じで逃走者戦なんですけれどもまあハルリアでは各店で毎週逃走者戦の大会も行われていますのでぜひご参加いただければと思いますでは今回はここまでということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また次回ね。はーい。